えー、お疲れ様です。じゃあ10月17日朝6時の相場解説やっていきましょうか。まず1時間を確認しておきますね。えー、確認するのは材料からです。本日もう間もなくですけども3時間ほどするとこちらの材料が入りますけどもまあこれはそこまで強く影響はしないと思うんですけども一応ですねポジションを持つのはこの時間を避けてということにした方がいいと思いますね。だいたい9時半とか10時から ポジションを持つ検討した方がいいと思います。え、それから今夜なんですけども、大きい材料です。21時30分。ポジションを持ってる人はいないと思いますけども、結局今週ね、月火水木っていう149円のマーケットでずっとやってきましたよね。で、ここで壊れる可能性があるってことですよ。150円に突出するのか、それとも148円に行くのかわかりませんけどもね。で、さらに明日の朝です。CPI、でかいです。 ちなみに CPI の定義ってかなり変えられてるみたいですけどもね。現在の CPI は日本の景気にプラスに見えるように数値がちょっとね変えられてるみたいなんで、実際はもっと CPI って、うん、発表された数字よりも国民生活苦しく実感すると思います。その実感の方が正しいと思いますけどもね。ちょっとこれは余談になりましたけども。はい。それでこのような材料がありますけども、 今現在、マーケットはどうなってるのかってことです。ちょっとおさらいすると、こういう風にトライアングルをやっぱり書いていたってのは書いていたと思うんですよ。で、さらにそこからブレイクするのかなと思ったんですけども、ここで止まって、一応ね、横ばいに入ったのが昨日の夕方でした。で、深夜のうちにその横ばいが、この辺で、ちょっとあの、ボラティリティが大きくなって、ローソク足一本一本がでかくなりましたよね。で、大きな要線に。 育った時に上に突き上げてその勢いが徐々に失われていって陽線がちっちゃくなって今陰線に振り変わったってことなんでこちらの方をレジサポ転換したと考えてねここにずっとゾーンもありましたからそう考えていくとここの天井が新たに今ここじゃなくて見えてきたってことになりますからこちらのレンジが主に浮かび上がってきたのかなと 149円の450あたりから149円の760あたりねこの小さなレンジがちょっと浮かび上がってきましたんでこのあたりをちょっと意識しながら冷やしの方から追っかけてみようかと思いますじゃあ改めてなんですけども冷やしの方から見ていきますよこれが冷やしなんですけどもまあ上下しながら上昇チャンネルを作っていってるかなっていうとこですでおそらく4時間を見たらわかると思うんですけどもまあここをね こう突き破ったからといって、ここでブレイクせずに、どうも横ばいに入るんじゃないかなと思います。4時間で確認してみましょうか。ボラティリティがね、ちょっとちっちゃくなってきてると思うんですよ。だからこのチャンネルラインが上の方にこうやって平行に伸びるんじゃなくて、どっちかっついうとこういうふうにねうん、なんかしおれていくような感じがしますね。これはデイリーを見たところによる感覚値です。その感覚値を確かめるために4時間の方を見ていきますよ。 うん、やっぱりボラティリティがどっちかっていうとちっちゃくなっていってこういう風にうーっと上に上がってきたのがねそろそろこう横の方に変化していくっていうところじゃないかなと思いますだからこからこちらの方もねちょっとこう下になってるでしょ、うん、だから150円にこのままテクニカル的に行くってことはないだろうなと思いますだから今夜の材料で 150円に行く可能性もあるかなってところですね。逆に148円の方に行くこともあり得ますけどもね。まあですんで、ちょっとここから緩やかな動きになると思いますんで、場合によってはね、今日は上下の動きが少なくって、エントリーチャンスなしになるかもしれないよってことです。さあ、それで1時間足に戻りますけども、1時間は今週ずっと1円の上下幅でやってきました。149円の 主に000から円の999あたりまでです。そういった1円のレンジがあったからこそまだね利益を取るチャンスってのが生まれてきたんですよこういうふうな上下幅があるから、ね、ところがところがですよ今日今この時点でレンジを見るとするとこのちっちゃいレンジになっちゃうんですよ 30pips とか 35pips、よく言って 40pips ぐらいしかないレンジですから、レンジャーオプションでまた稼ごうと思ってるね、15分足を見て、しかも細かく見に来ないと、なかなかエントリーして利確みたいな細かい動きができないと思います。ですので、月火水木の中で、木曜日は上下の動きが少ないので、そういった意味で難易度が高いというよりも、利益が取りにくい1日になることを覚悟しなければいけないのかなと思います。 はい。8時50分に材料が始まりますけども、これも大きくね、上下の動きにはあんまり関連しないような気がしますけども、どうでしょうかね。はい。それではまた後ほどお会いしましょう。